皆さんこんにちは。鳥取で代々豆腐地下を作っています株式会社千村6代目社長千村大輔です。皆さんは豆腐ちくわを食べたことがありますでしょうか。豆腐ちくわはここ鳥取にしかない豆腐と魚を使ったちくわなんです。鳥取はちくわの消費量が日本一ということでちくわの町鳥取としても有名なんです。今回の授業ではそんな豆腐ちくわについて知ってもらおうと思います。それでは授業スタートです。豆腐ちくわは鳥取県東部地方で昔から代々受け継がれている加工食品でして、普通のちくわがお魚 100% なのに対してこの豆腐ちくわは魚として豆腐を使っているというのが最大の特徴です。柔らかいふわっとした食感をしているのとお豆腐の風味がしっかり感じられる、それが豆腐ちくわです。低カロリー高タンパクで非常にヘルシーな食品としても注目をされています。豆腐ちくわの誕生は江戸時代の末期に遡ります。当時の鳥取藩は非常に財政が厳しくて漁港の開発が遅れていました。ですから非常に魚は貴重な食べ物だったんですけれども、一方で田んぼのあぜなどではたくさん大豆を作っていたようですので、貴重な魚の代わりに大豆を使った豆腐を食べようという当時の鳥取藩主池田公の質素倹約令から生まれたのがこの豆腐ちくわというふうに伝わっています。豆腐ちくわは冠婚葬祭やお祭りなど特別な席に並んでいたようですけれども、現代では日常的な食卓にも上っており、食卓を賑わしています。まさに鳥取のソウルフードです。それでは豆腐ちくわについてもう少し詳しく知ってもらおうと思います。豆腐ちくわの原料は木綿豆腐が7、白身魚が3のこの7対3の割合で作っています。お豆腐の食感をしっかりと感じていただくことができるのと、豆腐の風味もしっかり食べた時に伝わってくるので、江戸時代からこの7対3の割合を守って今日まで作っています。原料の魚は江戸時代はこの地元鳥取で採れた魚を使っていたと思われます。ハタハタであったり、トビウオであったり、カレイであったり、地元の漁港で揚がった魚を原料としていたと思います。現代ではスケソウダラやイトヨリダイなど白身魚を使っています。豆腐ちくわと並ぶ伝統の一品がこの鳥取ではアゴチクワです。このアゴチクワも昔から代々受け継がれていて、トビウオ 100% を使ったお魚のちくわです。トビウオのことをアゴと呼んでいます。特に日本海側では呼んでいますけれども、一説にはアゴが落ちるほどうまいからアゴというふうにも伝わっています。豆腐ちくわは江戸時代の先人たちが開発をした魚を使った貴重な加工食品なんです。ちくわの手作り体験や、あとオリジナルの天ぷらの手作り体験ができる施設になっております。包丁を使ってちくわを作ったりすることで、ちょっと職人のような気分を楽しめることもできますし、手を使って作るので実際の豆腐ちくわの柔らかさとかですね、感じていただきながら楽しんで作っていただくことができます。ぜひ皆さん豆腐ちくわを作りに来てくださいね。お待ちしております。それでは豆腐ちくわの作り方を見てもらいたいと思います。
焼きたてのこの香ばしい香りと豆腐の風味が立つので暑い時が一番おいしいと思います。今ではたくさん作るために大きな機械で作られています。昔ながらの蒸しと焼きのほかに現代ではネギや生姜、カレー、また柚子やレモンといった新しい味も生まれています。豆腐ちくわですから非常にあっさりとした癖のない味というのが一つの特徴になりますので、いろんな食材との融合も生まれています。そのままおやつとして召し上がってもらっても美味しいですし、お父さんやお母さんにはお酒のおつまみとしてもよく合うと思います。非常に癖がないのが特徴ですから、煮たり焼いたり炒め物をしていただいても美味しくお召し上がりいただけると思います。豆腐ちくわは海から採れたお魚と、そして田畑で採れた大豆、海と山の貴重な資源が一本にギュッと詰まった江戸時代から続く鳥取の食文化です。ぜひこの豆腐ちくわを手軽に気軽に、そして美味しく皆さんも召し上がってみてください。それでは以上で授業を終わります。ありがとうふちくわ。海と日本。